ねねちゃんようこそ。ご視聴ありがとうございます。今回は暑い季節においしいさっぱりストレートアイスティーの作り方を2つご紹介いたします。突然ですが、あなたは何式で入れたアイスティーが好きですか？紅茶好きのエキスパートさんはそれぞれ鉄板レシピをお持ちかと思いますが、私と同じビギナーさんはホットティーに氷を入れたら出来上がりでしょうって思っていませんか？私も紅茶教室のレッスンを受けるまではいつものマグカップとティーバッグで入れた紅茶に製氷機から氷をジャラジャラっと入れてアイスティーにして飲んでいました。それでもまずくはないんですが、冷たくしようとするとたくさん氷が必要だったり、氷がすぐ溶けてしまって味が薄くなってしまったり、紅茶好きとして香りや味のいいアイスティーを入れたいと思うと、何かしら基本のレシピが必要になってきますよね。紅茶関連の書籍やインターネット上では大まかに分けて3通りのレシピがそれぞれ工夫を凝らされて多数紹介されています。1つ目、オンザロックス式、2つ目、ダブルクーリング式、3つ目、水出し式。私が通う紅茶教室でもこの3つのレシピを教えていただきました。3つのレシピをざっくりご説明すると、オンザロックス式は通常より濃く入れた紅茶液を大量の氷で冷やして作るレシピ、ダブルクーリング式は人肌程度に冷ました紅茶液を作っておいて飲む時に氷を追加する作り置きができるタイプで、業務用やあらかじめ来客が分かっている時などに便利なレシピです。水出し式は緑茶やコーヒーでおなじみの水に茶葉をつけておいて作るレシピとなっています。レシピが3通りあることもそうなんですが、アイスティーはホットティーの時よりも茶葉や水の量、浸出時間も細かく気をつけないと上手にできないと言われていて、初心者には結構ハードルが高いなと感じました。紅茶教室のレッスンで習ったレシピも複雑すぎて、これは家では入れないだろうなと思ったのもあって、なんとかもっと簡単で分かりやすいレシピはないものかと調べた結果、たどり着いた方法を今回はご紹介していきたいと思います。作り方の前に、どうしてアイスティーを上手に作るのは難しいと言われているか、その理由ご存知でしょうか？クリームダウン現象というのが原因の一つなんですが、クリームダウンしてしまった紅茶をご覧になったことはありますか？クリームダウン現象とは、抽出した紅茶液に含まれるタンニンとカフェインが結晶化することで白濁の沈殿を生じること。言葉だけ聞くと何のこっちゃ、どうして問題なのとなりますので、クリームダウンの瞬間を見ていただきたいと思います。いかがでしょうか？手品のようにミルクティーが出来上がったわけではありません。飲んでみると味はストレートティーなんですが、このように茶液が白っぽく濁ってしまうことをクリームダウン現象といって、アイスティーを作るときに立ちはだかる難関としてよく話題に上がるようです。ちなみに私は紅茶の勉強を始めるまでお目にかかったことがなかったので、とってもびっくりしましたが、先ほどの衝撃映像お楽しみいただけましたでしょうか？クリームダウンはタンニンを多く含む茶葉で起きやすいと言われていますので、実は紅茶にあまり興味のない方は出会いにくいのかなと思ったりしますが、これから紅茶を深めていきたい方は次のポイントに気をつけてアイスティーを楽しんでいきましょう。1、タンニン、かっこコクや渋みが少ない茶葉を使う。2、茶葉、水の量、浸出時間などの計量をしっかりする。
ホットティーで飲んだ時にこのお茶はコクがあるなとか、渋みが強いなと思う茶葉を避けたらいいのかなと思いますが、一般的にアッサムやウバはタンニンが多いと言われています。ここまで説明を聞いた時点でアイスティー面倒と思われたかもしれませんが、そんな方はぜひこの後の簡単な作り方からチャレンジしてみてくださいね。今回ご紹介する作り方であれば、先ほどのようなひどいクリームダウンは起きないと思いますので、茶葉の種類は気にしなくて OK です。ではここからレシピをご紹介していきます。まず1つ目はお湯と水出しのハイブリッド式です。先ほどの2つのポイントの ② 茶葉と水の量、浸出時間は出来上がりの紅茶 100ml に対して茶葉 1g、 ホットティーと同じ浸出時間プラスアルファイコール10分でいきます。できるだけ簡単にいきたいので、今回はティーバッグを使います。リーフティーとキッチンスケールをお持ちの方は 100ml に対して茶葉 1g で計算と計量をお願いします。ティーバッグはだいたい1方 2g なので、 200ml 飲みたいときはティーバッグ1つ、 400ml 飲みたいときは2つ、 600ml なら3つ、1リットル作りたいときは5つです。いつも通りお湯を沸かしていきます。お湯の量は容器の余熱用とティーバッグがしっかり浸かるくらいで大丈夫です。お湯が沸いてきたら寝室に使う容器を余熱します。ボコボコと沸騰した熱湯をティーバッグ全体が浸かるところまで注いで指定の時間蒸らします。目盛りのある容器で浸出すると水やお湯の計量が楽になるのでおすすめです。蒸らしている間に残りの水を用意しておきます。熱湯での浸出が終わったら容器に一気に水を入れて温度を下げますが、この時の水は常温のものを用意してください。時間になったらティーバッグはそのままで残りの水を追加します。ここでまたタイマーをかけて先ほどの時間と合わせて10分になるようにしてください。私はお湯で3分浸出したので、あと7分浸出を続けます。時間が来たらティーバッグを取り出して完成です。粗熱は取れていると思いますので、保存容器に入れて冷蔵庫で保管してください。時間が経つと若干ですが白濁しますので、早めに飲み切るのがおすすめです。作ってすぐに飲みたいときは少し氷を入れてあげれば、程よく冷えたアイスティーが出来上がりますよ。続いてもう一つ簡単なアイスティーの作り方をご紹介します。こちらはフランス人マダム式としてインターネット上で紹介されたレシピを日東紅茶さんが理化学分析も交えて検証したツイッターの投稿を元にしています。夏の麦茶代わりにたっぷり作ってごくごく飲むのにおすすめのレシピです。アイスティー2つのポイントの ② 茶葉と水の量は出来上がりの紅茶 2L に対して茶葉 6g、 浸出時間は21分です。ペットボトルから 500ml の水をお鍋に移してお湯を沸かしていきます。しっかり沸騰したら火を止め、ティーバッグを3つ沈めます。蓋をして21分浸出していきますが、この時お鍋にタオルを巻いたりして保温するようにしてください。時間が来たらティーバッグを静かに取り出し、常温灯を利用してペットボトルに注ぎ入れます。よく攪拌したら冷蔵庫で冷やして出来上がりです。すぐに飲みたいときは冷蔵庫で冷やしておいたペットボトルを使うか、少量の氷を入れてお召し上がりください。このフランス人マダム式アイスティーは
日東紘紗さんの理化学分析によると、香りや渋み、コクが控えめになることで紅茶の甘みを感じやすいレシピとのことです。先に紹介したハイブリッド式の3分の1の茶葉で作れるのでコスパもいいですし、麦茶に飽きたらぜひ一度お試しくださいね。ということで、今回は難しい計算や時間調整不要のアイスティーレシピをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。こんなにたくさんアイスティー作ってしまって飲み飽きないかしらという方のために、一つアレンジレシピもご紹介しておきたいと思います。熱中症対策にも簡単塩レモンアイスティー。アイスティーは特にアールグレイがおすすめです。別の動画でレビューしたジャンナッツアールグレイで作ってみます。コメント欄で蜂蜜レモンを入れると美味しいと教えてくださった方がいて、アイスティーにも合いそうだなと思って試してみたんですが、熱中症対策には塩分もあるといいので塩レモンで作ってみました。逆に蜂蜜レモンと塩を混ぜるのもありだと思います。冷え冷えのアイスティーに蜂蜜を直接入れると溶けにくいので、常温のお水で少し伸ばしてから氷とアイスティーを注げば完成です。紅茶に塩気って実はよく合うので、味を見ながら好みの分量で試してみてくださいね。クリームダウンに負けず爽やかな美味しいアイスティーで暑い夏を乗り切りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を見て早速アイスティー入れてみようと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画で皆さんも楽しいティータイムをお過ごしください。